皆さんこんにちは。今日はですね、卵を使って料理をしてみました。これはこのキャンパーさんたちが使ってるアイラップっていう御用達の袋を使ってですね、この袋の中に卵と、お吸い物の素、このお吸い物の素を入れまして、それと卵で溶きます。で、ふなしめじと中にはシーフードミックスも入れました。とかまぼこも彩りで入れてみました。それで味付けはこの松茸のお吸い物オンリーです。で、袋にかき回したら袋に入れて、この湯煎で中に耐熱の入れ物を入れてもらって、それでそのまま袋を沸騰したお湯にドボンと入れます。そうすると出来上がりがこんな感じになって、ふわとろの卵、茶碗蒸しっぽいような感じになるんですけど、これに彩りで、お好みなんですけど、ミツパとか、今日は私この冷凍のネギを使いました。ネギをこうパラパラっとかけてもらえば茶碗蒸しもどきみたいな感じのが出来上がります。これ結構簡単にできておすすめですので、皆さん一度やってみてください。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。